はい、皆さんこんにちは、リーファミです。はい、っていうことで今日は兄弟大変身企画、イエーイねえ、もうそれはもうずいわ。もう違う、その油断してる時にそれはずいわ。もうこれやめて、この姿。お前が急に今カメラを回し出してやめてはできるんだよ。もう嫌だって、いつもこんな姿ばっかで。何を変身すんのよ。もうなんか諦めてる感がすごいからさ。諦めてるよ何あ、お前あれでしょ、自分が今年30を迎えて、うん、なんか焦っちゃってんじゃん。はい、リラックス。いやだ、うちこんな姿にはなりたくない。自分を甘んじて受け入れよう。等身大の自分を抗おうとすなよ。か見てたらさ、でもなんかさ、2人の中で1人だけでも可愛いとかかっこいい姿見せてたらまだマシなんだけど、どっちも今こんな姿だったらさ、誰がこの動画見んの。お前も相当今チンタだよ。いやいや、うちらもっと前れる、もっと前れる。前れるって何。もっと映えりたい。また間違った日本語覚えてる。まだ映えるな。まだ映える。まあ、D いらないから。そう、韓国の雪ない。そうね。外見至上主義。今の自分を甘んじて受け入れよ。自分なんだ。精一杯の自分。てか、うん、お前コーンフレーク次回で行くなよ。やってることさ、主婦の。お前がチンタだよ。どうぞ。どうぞ。ねえ。ねえ、どうぞよ。運転手本番契約でしたよ。ねえねえねえ、あーっと、また俺保険の電話かかってきちゃって。え、あ、君はちょっと運転手がかんでて。ねえ、ありがとうございます。あの、また生命保険の電話かかってきちゃって入るわけないだろ。でも今日いろいろ準備しといたんだよね。もう予約も全部終えた。あの、もう楽しくしてるよ、もう先生に連絡して、もうお店も全部予約しといた。あかん先生、うん、あのロン毛メガネな。やめろ。俺もそういうの。そうだけど、うちらもな、頑張ったらどこまでいけるかっていうの気になんない。全然気にならない。今の、マックス、このマックス会社変わんないでしょ。まずダイエット頑張んな。話はそこからだよ。はい、どっか行け。どっか行けよ。お前は予約しといたから一緒に行って。それとプラス今回ね、こちらのね、アフター20プロジェクトっていうところも提供してくれたの。あ、それアイクリームじゃん。そう、あ、それはね、うん、俺も使ってるわ。ダクター20プロジェクトっていうアイクリームなんだけど、これがマイクロね、音波振動っていうやつができるアプリケーターとアイクリームが一体化されてるやつ。これいただいた瞬間、うわ、めっちゃいいやつもらったなって思ったのが、とりあえず便利でね。こちらがね、9点のね、中でもね、発売してから最多販売プラス高評価も達成してて、昨年にはビューティーカテゴリーじゃなくて全てのカテゴリーの中で1位してたから、やばくない。こちらもね、いただいたのでね、こちら使いながら、こちらの筐体今の姿でどこまでいけてる姿を出せるか見に行きましょう。まあ悪くはないからね、でも今も。はい、てなことでこちら到着しました。よかったな。ひどいね、もうこれ。大丈夫。でもここは、はい、まさかのあそこです。ハンギュンシク先生のアーティっていうね、メイクアップシャート。この先生は有名ですから、うん、いやでもこの先生の腕を持ってしても俺たちは今の俺たちは帰れるのかっていうところあるけどね。てかお前そのまま来たのかよ。前もだよ。お前ここ苦情だぞ。ここでは一旦ヘアとメイクを、うんうん、やってもらいたいと思います。よろしくよ。はい、はい、あの客に緊張感を与えるタイプの美容室だ。はい、ってなことで私らの成長、はい、ハンギョンシ先生に。お久しぶりです。最近あのハンギョンシ先生も忙しいのにね。そうだよね。なのにうちらのためにね、今日は開けてくれてね。アブレード괜찮을까요저희。아무튼요괜찮은데네근데무슨일이있었어요아니야깜고왔는데이렇게는보여줬어요이거깜고온거예요네깜고왔어요어주셔네살이쪄가지고지금 말라보이게 메이크업좀해주시네네어서라고저같은경우는멋있다고생각하고있는그블랙핑크의대답リサちゃんとかジェニーちゃんとか、ぐちゃぐらぶたつりごしする。アイドルしたいの。え、アイドル、あ、
アイドルスタイル、ちょうど遅えよお前。アイドルスタイル困ってるじゃねえかよ先生。あ、진짜シャンパンか맞아요。근데저도약간얼굴이커진것같아요。이게30대넘으면이게커진다니까。いいんだよ。いやでもそうなんだよね。あ、でもうち一個感じてるのは、うん、首が太くなるなとは思う。だからこの前さ、うち友達とね、アックジョンで飲んでたんだけど、まあイケメンがめっちゃ多かったの。うわ、あの人たちイケメンとか言いながらわちゃわちゃしてたんだけど、なんかその人たちが周りに声かけて一緒に飲み始めたのね。うわ、うちらにもチャンスあるかもって思ったら、最後まで誰にも声かけられなかった。お前だけ？うん。あ、やだやだ。最後のおばちゃんやん。でそのまま12時に帰った。ギリ終電間に合うね。でもね、俺逆にね、うん、俺はね今モテ期来てるの、人生。説得力で。いや、マジで。だからね、逆に男はね、うん、30過ぎて逆にモテ期来たりするの。ああ、それずる。何がって言われたら説明難しいんだけど、男って逆に30代中盤ぐらいで、うん、なんか余裕が出てきたのか。そう。頑張ってはいる。顔がさらばね。あ、童顔なんだよね。だからいいよ。でもそれのせいなのか、こういうプロのメイク似合わないでしょ。そう、メイクした後に逆になんかちょっとおばちゃんになっちゃうっていう。내가아는사람중에서피부가제일예민하고、네、제일약한것같아ちょっとだけ触っても赤くなっちゃうよね、うん、そうだね、だから、うん、動画とかでたまに赤くなってんじゃん。だからうちはね、本当に刺激あるやつとか全くできないの、うん、でも今回うちらが紹介してるアイクリームあるじゃん、うん、あれは EGW グリーン特許って言ってね、うん、全成分が刺激が全くないっていう、ね、うん、特許をもらったやつだからね、うんうん、ちょっとだけアピール。さらにね、メイクしてる間にね、メイク見に来ました。もうお任せなんですけど、まあ今のこういう感じ。あとはハン先生ね、あいつの腕にかかってるんですけど、ハン先生もひどいよね。一応ぐらいも客だぞって。これはなんか何があったのって言ってね。お茶の先生全然何も言ってこないですけど。え、じゃあうちは今終わりました。はい、お兄ちゃんも？まあ部屋だけ終わって、それからメイク。まあ、ここからだからね。降りないんだよ。ちょっと頼んで。降りない。괜찮은것같아요。ね、사람처럼ね。쌤오늘좀컨셉이있는데제가、네、여유가있는그훈남훈남 나이작게、응、여유있고타노모시오빠이거메이크업을하시는게아닌데이게맥스도라이잖아요메이크업이있었어요네메이크업이메이크업많았죠세수하고왔어요세수메이크업이세수했어요평소에잘씻어요네제가얼굴좀커요옛날에그린자그린자슈퍼에이저띠인지알았는데그거없어요그테이프같은거틱톡에서그얘기하는거그래서네네이렇게오오오오오에오에좋은데와와오빠미미から毛生えるんだ何耳から毛生えるんだここなんか耳に毛あるいいぞ全然恥ずかしいです耳毛うん、耳本当だ恥ずかしいです、それだけ見てじゃあおじいちゃんたちで見た、うん、でおっぱねちょっと焦ってくじ何回か今アイドル변신ファンデーションもっとちょっとあれあれじゃあ次のおっぱねビューの気クフェイスになってペユーな그런솔직히네열륜이느껴지는열륜그런그런식인것같아사실 운동해요아니아니야 아니근데뭐언니쟤좀이간질이나뜨는줄알아요 오, 오마지막다가그래 오스카레できたわ終わった。めちゃめちゃシーティング入ってるすごかったよ、ここ擦り倒したおー、いいじゃん、いい感じだ、うん、お、でもサラも、あれおー、そうきたえ、ここから上げるんでしょうん、ここからアップにしてねちょ俺もちょっと服も着替えて、うん、いい一回そうだね、うん、一旦ね、着替えたいですはい、じゃあ一旦カロスキリに来たんですけど、うん、いいよいいよお兄ちゃんからすぐ終わったなーはい、完成しました。ちょっとね、お店いる時のなんかウキウキ感がなんか外出たら急に漏れなくなったんだけどあれ、うん、なんか違くない、あ、でもうちもちょっとわかる同化した
はい、今回こんな感じです。はい、おー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 、あ、毛が、ね、取れたでしょ、ちょっと、あ、ちょっとね、不健康感を払拭したかった。すごい爽やかそうな、うん、なんか頼もしそうなお兄さん、うん、どっちの内面の話じゃない。まあでもとりあえず雰囲気的にはそのテーマでは合ってる。この角度どう？ああ、なんかその、ああ、ごめん、あ、ちょっと決めすぎてるな今、うん、ちょっと申し訳ない。何何何俺さ、今日やっぱカラスケーキ来てるからさ、チョキを受けんじゃん、うん、だからこれで、うんうん、チョキ寄ってきたらどう？あ、本当にお兄ちゃんのフィルだけして、あ、いやー、じゃあもう一回だけ見せて。あ、でも本当のところ一回立ち止まる可能性はちょっと上がった。まあ、カロスキルにはちょうどいいかもね。じゃあ次サルさん。はい。でアイヤー。はい。いいね。こちらこんな感じです。はい。今までかメイク系の中では今回が俺は一番いいと思ってる。あとスタイルもなんかサラがワンピース着るなんてなんてなのよ。今までのサラじゃない感じではある。珍しくね、今回髪の毛を結んでもらったのね。ちょっと一回結びたいなって思って。あのね、今回ねやっぱりメイクと髪型が超いい感じ。いい、このスタイルで、あのカフェとかで本読んでてほしい。もう座って、ね。うん。で読んでたらどうなるの？なんか、ああ、なんかすごい知的な感じも感じつつ、まあちょっとわかんないけど、うん、まあとにかくうちはこんな感じで。はい、あとね、俺ら二人ともね、ちょっとやっぱ痩せた方がいいね。ダイエットが一番の整形だって言うぐらいだから。根本的な問題さ、触れられた。そうそう、今の俺らのこれがマックスよ。まあ終わりましたけど。はい。どうしよう、お兄ちゃん。一旦帰る？帰るってどういうこと？今来たばっかりのこれ。仕上がったばっかり。暑いし。え、どういうこと？ちょっともうちょっとこう、練り歩かせてよ。正直、うちらマックス見たじゃん。もういいじゃん。目的達成したじゃん。帰る。はい。ということで一旦お家に帰ってきました。いや、家最高、やっぱ家だ。あのカロスッキリまで行ったんですけど、ああ、ああ、ああ、よくない。何しに行ったの？ちょっとメイクしたぐらいで。今日週末なのに2人とも予定が全くない。マジで土曜日8月24日なのに、いや、何の予定もないってことでね、静かに家に帰ってきて、まあ一旦洗ってきました。土曜日に予定ないの照れちゃったね。やっぱ家だわ、だらっとしてたいなってことで帰ってきましたけども、はい、今日はね、あのさっきオープニングでも、はい、あの紹介しようとしてたこちらのね、はい、アイクリーム、これはね、先ほども言った通りにめちゃめちゃいいやつ見つけちゃったなーっていう。ちょっと独特なのが、あのアプリケーターとアイクリームが一緒になってるタイプの振動のねやつです。さっきもちょっと言ったけど、肌の低刺激テストの中でね、めちゃめちゃ低刺激じゃないともらえない全成分 EWG グリーン特許っていうのをもらってるのでね、成分に関してはめちゃめちゃいいやつっていうのがあるんです。そうなんだよね。あの実際にこういう商品紹介するときってやっぱ、うん、俺らちゃんと一回使って、うん、特にさ、肌が弱いから、うん、使ったと経過見てから本当にいいものをね紹介してるんですけど、うん、やっぱあとアイクリームって言えばじゃね、うん、リーファミはもう昔からちっちゃい頃からうるさくてずっと持ってきたんで、本当大事なんですよ。すごいよ最近の技術が。こちらがね、この振動する部分なんですよ。あのなんかアイクリーム塗るときって、うん、大体 70% ぐらいしか吸収しないんだって、うん、塗りながら手にも入っちゃうってのもあってね。でもこちらは手を全く使わず塗れるっていうのもいいんだけど、うん、まずレビューの中でも多かったコメントたちがリピーターが多いっていうのでもうほぼ証明されてます。びっくりした、このマークがさ、リーファミの本当だ。薄めで見たら DK エブリデイので、そのアイクリームなんだけど、今回のこちらラクター20プロジェクトのアイクリーム3つの種類をね持ってきたんですけど、これが良かったのがヒアルロン酸とコラーゲンとセラミドが入ってて、ね、名前だけ聞いてもね十分にうわーってなるんで、成分たちが入ってるんだけど、一旦ヒアルロン酸は肌の小じわやたるみをケアしてくれるの。コラーゲンはね、張りと弾力、セラミドはバリア機能をケアして水分を逃さないように掴んでくる。この3つがね一緒に入ってて、しかもその中のコラーゲンがね、超低分子のコラーゲンで 300DA になってるのね。でコラーゲンって分子レベルで細かくないと
実際吸収されにくいって話、うん、そうそうそう。だから大体は1万 DA から 1000DA なんだけど、最近はついに 300DA までね行って吸収されやすくしてくれたのもプラスなんだけど、これはこのマイクロね音波振動のおかげでそれをまた効果的に吸収をしてくれるようにしてくれた。でうちがね一番愛用してるのがこちらのダクター20プロジェクトのリップダムオートアイクリームなんだけど、これが一番基本となるやつ。これをこんな感じにクリームを取ってね、でここを掴んだら振動が起かないの。この鉄の部分を掴んでこうやって塗った時、こうやって振動でね吸収されていくので、またこっちも。だからマッサージ機とか別に使わなくてもこれ1本で全部解決するっていうやつ。めちゃめちゃ良くない？お前このアングル顔おもろ。マジでやめろよ。でこうやってね塗った時に残ったやつとかをうちはこうやってできんので、テクスチャー的にはこんな感じでかなりね滑らかな方ですぐ浸透してくれる。でちなみに今回3つの種類があるんだけど、こちらはダクター20プロジェクトデュオイドンガリバタシオトアイクリームで、こっちはシワとか乾燥肌にもいいんだけどビタミンが入ってるのでねくすみとかにも効果的なやつで、こっちダクター20プロジェクト 3H シャットスピキュオートアイクリーム、こちらも同じくアイクリームなんですけど特に乾燥しやすい方におすすめのやつです。だからうちは最初この一番基本のやつを使ってたんだけど、途中でねこっちもね気になり始めて、こちらの湿気応答アイクリームを途中で変えて使い始めた。こっち使ってみようか。うん、こっち、うん、こっちの方がね使った価格で言うともうちょっと水分力が高い。気持ちいいでしょ。気持ちいい。うん、普通にね使った感想で言ったら保湿力がね高いっていうのは使った瞬間感じれるので、基本的にはアイクリームはスキンケアの一番最後の段階でやるんだけど、本当にめんどくさいなって時はリーファミはみんなねアイクリームだけでも塗って寝るのね。いや昔からねオンマ本当にアイクリームだけは塗って、目元だけ気をつけろ。それでねアイクリームだけは若い時から早ければ早いほどいいって思ってる。お前なんかさっきからほうれん線メインになってないか。ほうれん線クリームじゃないの？いや違う、アイクリーム。ああアイクリームで、ね、でもそっちも使えるよっていうことで。オッパもいろんなとこしちゃってるもん。腹やっぱ見せるな。いやいや腹までは行くの。ちなみに、うん、アイクリームの値段なんだけど、うん、若干ねこれ、うん、確か高かったんです、ね、1本にしてなんかアイクリームにしてはっていうか、しかもこれ振動も入るからね、うん、深い意味じゃない。3000円以下でしょ。そう、通常が3000円台なの。でも今回9点のメガ割りでね、ちゃんとやってくれるのね。そう、2560円。ああ、全然違う。でもね、はいはい、1個じゃなく2つを購入して、はい、これは韓国のあれ。1個の方がね 50% オフになって、え、1プラス1で、うん、こっちが 50%。 そうそう。ああそうだね。3840円になる2つで、うん、じゃああれだ、2、1プラス1じゃなくて、うん、1プラスってこっちが半額ね。あーはいはいはい。だから通常1プラス 0.5 だ。わかんない、もうどうでもいい、はい、だから言いたいのは通常1本で3000円台じゃん、うん、でも今回メガ割りではね2つ買っても3000円台で購入ができる。あ、そんなん絶対2本一緒に買う、うん、だからこれはね2個買って1つはまあ、うん、親に渡したり、一、うん、つは自分が使ったり、まあどっちも自分が使ってもいいね。こう言ってもいいしね。いや、それはいらない。時間ないけど。でもこれ、一個買っといたら、絶対後悔しないのでね。うん、ぜひね、まあ、気になる方もこちら概要欄チェックしてみてください。うん、ということで、今日の動画はこんな感じで終わらせます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。